静岡県立富士宮西高等学校は、静岡県富士宮市小戸市にある県立高等学校。富士地域では、成功、県内では、宮西と呼ばれる。高度経済成長と、第二次、ベビーブームによる人口増加に伴い、高等学校への進学希望者が急増することが予想された。彼らの受け入れ先を用意する必要とともに、特に、富士宮地区においては、 大学への進学希望者の受け皿となるべき進学校が存在しなかったために地元住民の期待は大きく、これがどっちでの開校へと至る経緯となった。通学区は富士市、富士宮市、富士郡、山梨県南駒郡となっている。野球部は1987年の春選抜に出場。1988年の夏季県大会では決勝戦に進出し、 浜松商業と静岡県高校野球史に残る名勝負を繰り広げたが敗れた。2005年の周期圏大会では優勝している。このほかワンダーフォーゲル部は男女とも高校総体や国体当然国大会の上位常連であり、インターハイ女子団体では2006年、2009年、2010年、2014年と優勝。男子団体も2009年、2010年と、 準優勝している。男子ソフトテニス部、弓道部などもインターハイ出場の経験がある。ギター部は全国コンクール出場常連である。吹奏楽部、囲碁将棋部、書道部も有名。ありがとうございます。